今日もご視聴いただきありがとうございます。今回は香川県高松市にある夕凪の湯ホテル花樹海さんに宿泊します。ホテルの右手には瀬戸内海が広がっております。無料駐車場も広々と完備。ここに到着するまでの間にもたくさんの駐車場があり、どこに停めていいのか迷うのですが、ホテルの前に停めるのがおすすめです。車を停めるとすぐにベルボーイが来てくれて、車からの荷物を持ってフロントへと案内してくれます。ロビーを入るとすぐに目に入ったのがこちら、山里の風景を切り取って多面体の透明な容器に再現。ミストの霧が何ともいい雰囲気。ロビーは吹き抜けになっており、とても広々としています。高松西インターチェンジから車で約10分、高松男子インターチェンジからも約10分。予約制の無料送迎バスもあるようです。こちらが受付。受付の横には喫煙所が管理されています。客室は全部で45室、天然温泉付きのお部屋やジャグジー付きのお部屋もあります。宴会場やコンベンションホールも、用途に合わせて様々なタイプが用意されています。入り口から奥に進むと左手に売店があります。メイドイン香川の漆器ブランド、梅酒や焼酎も豊富に置かれています。だしやめんつゆもやっぱり豊富。四国といえば一六タルト、そして香川といえば和三盆。そして香川といえばさぬきうどん、これはクッキー。そして売店の横にはスカイラウンジがあります。こちらはフリードリンクとなっていて、すべてが無料。空いている時間はいつでも利用できます。ほうじ茶やゆずみつレモンジュース、オレンジ、ブレンドジュース。そして、コーヒーや紅茶と豊富に取り揃えられています。朝は7時から夜は23時まで、すべて無料で提供されます。そして、全面ガラス張りの素晴らしいビュー。外には足湯も完備されています。タオルも用意されていますよ。瀬戸内の海と高松市街が一望できます。こちらの足湯は塩分濃度が高いため濁り湯となっています。気持ちいい風と素晴らしい眺め。ちなみに夜の景色はこんな感じ。映像で伝わるか不安ですが、本当に素晴らしいビューです。
地いい風に秋の気配を感じます。そうそう、ここのロビーは8階になります。さらにラウンジの横には珍しいものがいろいろ飾ってありました。受付の際の接客はとてもアットホームな感じで、最高の接客をしていただきました。さてロビーをさらっと見たところで、そろそろお部屋に参りましょう。本日のお部屋は401号室。エレベーターで下に降りて4階に到着しました。部屋への案内標識がないので、どこへ進んでよいものやら。池原昌司さんの動画が飾ってありました。ちょっと寄り道して見てみます。池原昌司さんは香川県生まれの動画家で、漫画日本昔話の原作、演出、作家の担当だった方です。私も大好きで、小さい頃はよく見たものです。懐かしい絵にほっこりしました。不安ながらに進んできましたが、右手にありました。左にはお部屋が並んでいます。4階に上がったら必ず非常口の確認をお願いしますと受付で言われていたので、まず確認をします。非常口までもがおしゃれです。お待たせしました。それではオープン。まずはスリッパと除菌スプレーが用意されています。簡易の除菌シートも用意されていました。こういった細やかさが嬉しいですよね。入り口だけでもとにかく広いです。入り口を上がって右手に行くと、まずはクローゼットがあります。その奥には洗面室とお風呂。お部屋の露天風呂と大浴場が充実していたので、こちらのお風呂を使用することは一度もありませんでした。なんだか気になるものを発見。美顔器のようです。アメニティも充実。パックや入浴剤もあります。そしてこちらには冷蔵庫やティーセット、茶器などが置かれています。ちょっと画像が暗くなってしまい見にくいのですが、お水やコーヒーセットなどが置かれています。そして次は入り口を入って左側、こちらは開くと鏡になっています。
ちらには浴衣や靴下、丹前が用意されています。反対側にはバスローブが入っていました。そしてこちらがお手洗い、洗浄機付きトイレです。それではメインのお部屋を見てみます。落ち着いた雰囲気を演出するデザイナーズルーム、そしてなんと露天風呂がついています。残念ながら天然温泉ではないのですが、ジャグジー付きとなっています。いつでも好きな時に入れるのが嬉しいです。残念ながら柵が邪魔をして外の景色はこんな感じ。本日の部屋1泊2食付き税込23,760円。今回は割引の適用なしです。今回は一人旅なのでちょっともったいない広さで割高です。お月菓子はテクテク和三盆クッキー、ラウンジで入れてきたコーヒーと一緒にいただきます。そろそろお食事の時間となったので会場へ向かいます。エレベーターで5階に到着。食事時間はいくつかに区切られていて、受付の時にその中から選択することができます。館内は用意された浴衣とスリッパでくつろげます。こちらのホテルにはお食事処が2カ所あり、お食事処イーヨリヒコは完全予約制のオープンキッチン、本日はもう一つのお食事処ユーナギが会場です。とても広いホテルです。館内もお部屋もとてもきれいに清掃されていて心地よく過ごせます。中は個室となっています。スタッフの方がお部屋に案内してくれます。私のお部屋はこちら。すでにお料理が並べられていてとても美味しそうです。
ありがとうございます。あったかいお茶もね、いいですね。はい、お取りしましょうか、お引きしましょうか。大丈夫です、はい、ありがとうございます。こちらは鶏の炭入れとね、うん、あの豚はあの地元の豚でございます、うん、はい、ちょっと沸いたらね、混ぜ混ぜしておうどんを入れくださいませ。はい、お腹もかなりいっぱいになったので、少し外に出てお散歩をしてみました。スズムシの鳴き声とライトアップされたホテルがとても綺麗です。それではそろそろお風呂に行きたいと思います。お風呂用の手持ちかごも用意されていたので、これを使います。エレベーターで9階に到着。ここからは階段で10階へと上がります。こちらには足の不自由な方用に電動椅子が用意されていました。これはすごい。こちらのお風呂は展望大浴場。11時から24時までと朝5時から9時まで入れます。タオルはお部屋のものを持っていてくださいとフロントで言われましたが、こ
ちらにも用意がありました。お部屋のタオルはフロントに言うと追加で用意してくれます。こちらには飲用水が用意されています。奥の突き当たりが女性風呂、左手にはお手洗いがあります。黒と白を基調にしたお城のような内観。清潔感のある脱衣室です。鍵付きロッカーとカゴが用意されています。こちらは洗面台。ベビーベッドとおむつ入れも用意されていました。それではオープン。
他のお部屋も少し見てみましょう。山側の一般洋室、瀬戸内海を見渡せる一般和室、船形露天風呂付き客室、そしてこちらが天然温泉船形露天風呂、岩露天風呂付き和室、そしてこちらが天然温泉岩露天風呂、岩露天風呂付き和洋室、青の楽園スカイスイート、露天ジャグジー付きです。コーナースイート、こちらにはヒノキの天然温泉展望風呂がついています。花樹海最高峰の最上階特別室、瀬戸内海プレミアムスイート、こちらには天然温泉展望風呂がついています。1階のお部屋の露天風呂はこんな感じです。いかがですか？どの部屋も最高に素敵ですよね。そうそう、忘れていたのですが、ラウンジの横でこんな素敵なものを見つけてしまいました。めちゃくちゃ綺麗な音でしょ。久々に音に感動してしまいました。いかがでしたか？香川県にご旅行の際はぜひこちらも参考にしていただけると嬉しいです。次回もまた M2 遊びでお会いしましょう。